成虫は早く出てけ。玄関先に投げ出された私の荷物を呆然と見つめていると、玄関から飛んできた義母の声が耳に刺さった。お母さん。義母の鬼の形相を見て全てを察した私。後ろからは義士も姿を覗かせている。体中に嫌な汗が駆け抜けた。時間的に隼人は自宅にはまだ帰ってきていない。となれば二人は隼人の知らないところで私をこの家から追い出そうとしているのだと分かった。二度と弟に近づくな。せせら笑いながら最後通達をする義士は、義母と顔を見合わせながら勝ち誇った笑みを浮かべる。一体どうすればいいのだろうか。辺りを見渡しても通行人一人も現れない。私は蛇に睨まれたカエルのような心地でごくりと生唾を飲み込んだ。一時間後に消えます。声が震えないように精一杯虚勢を張ってそう答える。これは賭けだ。私はポケットからスマホを取り出すと、とある人物に電話をかけた。私の名前は中島芽衣。35歳で都内でウェブデザイナーをしている。学生時代にウェブデザインを学んだことがきっかけでこの世界に興味を持ったのだ。仕事は毎日忙しいながらも残業がそれほど多いわけではなく、充実した毎日を送っていた。そんな私の人生に転機が訪れたのは今から2年前、33歳の時。会社の同僚から紹介したい人がいると言われ、興味本位であったのが今の夫である隼人だ。その時私は正直結婚をせずに一人の人生を楽しもうと気持ちを切り替えた時だった。一回会うだけでいいからさ、どう？学生時代のゼミの仲間なんだけど、いいやつだよ。気は弱いけどね。お酒の席で笑いながら話す同僚にほだされて、私は結局隼人に会うことにしたのだ。はじめまして、メイと申します。初めて隼人に会ったのは駅前のカフェ。お互い仕事があるので気軽にささっと会える場所を選んだ。はじめまして、中島隼人です。よろしくお願いします。上ずった声で自己紹介してくれた隼人はいかにも女慣れしていない純朴そうな男性だった。隼人は最初あまり会話を切り出してくれなかったが、私がドライブが趣味でと話をすると瞳がパッと輝き出す。聞くところによると自動車整備士をしており車が大好きなのだそう。年は私より1歳年上だが、これまで異性と交際した経験がないらしい。私はあまり気にならなかったのだが、本人は相当気にしている様子だ。しかしそんな彼も私と趣味の話で盛り上がっているうちにかなり打ち解けてくれた。別れ際には次に会う約束までしていたのだから、人生何が起こるかわからない。その後私たちは数回デートを重ねて交際までこぎつけた。同僚が最初に教えてくれた通り、確かに隼人は気弱なところがあり、食事の店を決める時などは必ず私の意見ばかり気にする。だがそれは彼の優しさでもあるのであまり気にならなかった。昔はもっと男気のある男性が好きだったのだが、この年になるとやはり落ち着いて会話ができる人の方がいいと思い始めている。そういう点では隼人はうってつけの人物だった。交際が始まって1年が経った頃、隼人からのプロポーズを受け、私たちは結婚することに。隼人と出会う前まではまさか
自分が1年後に結婚しているなど思いもしなかった。トントン拍子に話が進みすぎたので、なんだか逆に怖いなとさえ思う。だが目の前の隼人は決して疑うようなところはないので、落ち着いた男性と結婚することができてよかったと一安心していた。結婚の話が決まると、まず隼人の両親に挨拶をすることに。私は幼い頃に事故で両親を亡くし、施設で育った。そのため私の方は挨拶をする親がいないのだ。隼人の方も話を聞くと、お父さんは不在で、お母さんとお姉さんが実家に住んでいるそう。それじゃあお母さんとお姉さんに挨拶をしないとね。私が提案すると、隼人はどういうわけか表情を曇らせた。結婚の挨拶なんて人生に一度の大イベントだから緊張しているのだろうと思う。私は気弱な隼人をリードする気持ちで頑張ろうと意気込んでいた。挨拶当日、私は隼人と共に隼人の実家を訪れる。昔からあるような一戸建ての家で、いかにも実家という感じがした。はじめまして、メイと申します。至らないところが多いですが、どうぞよろしくお願いします。相手の親に挨拶をするのにふさわしいシンプルな黒いワンピースを着て、義母と義姉の前で挨拶をする。一瞬の間があり、その間に義母と義姉が私の方をじろじろと見ているのが分かった。義母は銀座のマダムのようないでたちで、眼鏡をかけて腕にはギラギラ光るブレスレットをつけている。義姉はかなり太っていて、義母と同じく派手な服を着ているのが印象的だ。細身の隼人とは全然違う体型をしているのでびっくりした。あら、あなたがメイさんね。はじめまして、隼人の母です。はじめまして。心地よい挨拶をしてくれたはずなのに、義母の口調はねっとりとしていて、私を品定めしているかのよう。どんな子が来るのかと思ってたらびっくりしたわ。めちゃくちゃ地味ね。しかも薄汚いワンピースなんか着ちゃって。そうね、驚いたわ。まあこれから私たちの言う通りにしてもらうんだから覚悟しておいてね。義母と義姉が信じられない言葉を次々と口にした。薄汚いワンピース、これから私たちの言う通りにしてもらう。何の話なのか全然わからなくて、私はほうけたように立ち尽くす。あら、隼人ったら話してなかったの？結婚したらこの家に一緒に住むって約束じゃない。そうよ、お母さん足が悪いし、私は結婚相手を探すのに忙しいからよろしくって言ったわよな。二人が隼人にずいっと身を寄せる。隼人は困った顔で、ああとうなずいた。ねえ、同居ってどういうこと？罰が悪そうな顔をしている隼人に私は質問する。そのままの意味だよ。俺たちここに住むんだ。そんな。あまりの衝撃発言に私は思考が追いつかない。義母と義姉と同居？そんな話結婚するまで一切聞いていない。しかも普通に良識ある感じの人たちならまだしも、一目見ただけで彼女たちが善人ではないことがわかる。私は今すぐこの場から逃げ出したい衝動に駆られた。大丈夫さ。ねえ母さん、メイと仲良く暮らせるだろ？もちろんよ。貴重なお嫁さんですからね。大事にしますよ。義母の口調が耳の奥にこびりつく。とてもじゃないが大事になんてしてくれなさそうだ。失礼しました。私はとにかくこの場から去りたくて義母たちに頭を下げる。その場はすぐにお開きとなったが、家に帰る途中隼人に詰め寄った。私同居は反対よ。
だって何が起きるかわからないもの。うん、でも確かに家計は助かるし、メイだって家事を分担にできて楽になるよ。ずっと同居するわけじゃないだろうからさ、同居中にお金を貯めて新しい家を買おうよ。 1,2 年経ったら頭金ぐらい貯まるでしょ。だからそれまでの辛抱だと思ってお願い。ハヤトが言うことも確かに一理ある。今すぐ二人の家を買うのは正直難しい。その点、実家に住めばお金を貯めることができる。どうやらハヤトはあの義母と義子に逆らえないようだ。私はしばらく考えた後、仕方ないわねとため息をつきながらハヤトに同意した。今思えばこの決断が間違いだったのだと身に染みて感じている。婚姻届を役所に提出すると、早速私と隼人は義実家に住むことになった。いらっしゃい、来てくれて嬉しいわ。じゃあ早速、メイさんはお風呂掃除とトイレ掃除をよろしくね。汚れが溜まっているからしっかりこすってちょうだい。あ、その後私の部屋もね。掃除が終わったら夕飯の買い出しと料理よろしく。隼人の実家にたどり着くなり、二人は私に指示を始める。私はひとまず挨拶をしてからゆっくりさせてもらおうと思っていたので面食らう。あの、それ全部私が？当たり前じゃない。そのためにあなたたちと同居しようって話になったんだから。ああ、義母の言葉に頭の中が真っ白になる私。家事を押し付けるために私と同居をしようと持ちかけた？衝撃の事実に私はめまいがしそうだった。隼人はちょうどトイレに行っており、私たちの会話は聞いていない。隼人が戻ってくると、義母と義子は何事もなかったかのように、それじゃあよろしくと言って自室へと消えていった。トイレから帰ってきた隼人に私は何も言うことができない。結婚したばかりで、まだお互いの生活についてよく知らない部分も多い。最初から隼人の家族を悪く言うのも気が引けた。どうしたの？ううん、なんでもない。思えばこの時、はっきり隼人に義母と義子から言われたことを打ち明ければよかったのだ。だが、プライドや過剰な気遣いが邪魔をして言えなかった。この時の選択が後の自分をどんどん追い詰めることになる。義実家での生活が始まると、私は以前より多忙になった。というのも、予想していた通り義母と義子が私に家事を全て押し付けてきたからである。メイさんは仕事って言っても定時で帰ってこられるんでしょ。私は足が悪いから家事できないの。さあさあ、それに私も看護師だから仕事が不規則なのよ。これまで家政婦を雇ってたけど、その人都合が悪くなって来られなくなったの。メイさんが来てくれて助かったわ。義母と義子は本気で私をこき使おうという気満々だ。待ってください、私も仕事があるんです。確かに定時で上がれる日もありますが、繁忙期はなかなか忙しくて。だから家事はみんなで分担しませんか？隼人さんだって条件は同じです。お母さんは足の負担にならない家事だけで大丈夫。4人でやれば1人当たりの負担はかなり少なくなりますよね。私は自分の提案が一番建設的だと思っていた。大人4人で家事を分担すれば、さすがにそこまで大変なことはない。使える時間はみんな限られているのだから、ここは平等に分けるのが筋だろうと思っていたのだけれど。ちょっと、なんであんたがこの家の家事分担を勝手に決めてるのよ。そうよ、私足が痛くて何もできないって言ってるじゃないの。まったく、これだから施設育ちの常識知らずは。と二人して私に食ってかかってきた。その剣幕に蹴押されて、私は何も言い返すことができない。結局、押し黙った私が負けということで、義実家での家事は私が全て担う羽目に。
それからの毎日は地獄だった。すべての家事を私がやらなければならないだけでなく、私が作った料理や私がやった掃除にいろいろとケチをつけられる。メイさん、あなた味が薄すぎるわ。施設ではこんなまずいものばっかり食べていたのね。ねえ、昨日トイレ掃除した？髪の毛が一本落ちてたんだけど。こんな調子で些細なことでも文句をつけてくる二人は、まるでシンデレラに意地悪をする継母と姉のよう。うちの家系でご飯を食べているんだから、これぐらいやって当然でしょ。一度義母からそんな風に言われた時にはさすがにムッとした。お言葉ですが、私も働いてこの家にお金を入れています。だからその点はみんな平等ではないですか。はあ、働いてるって言ってもパソコンをちょろっと打って終わりの仕事でしょ。私みたいに患者の命がかかってるわけでもないでしょうに。ケタケタと下品な笑い声を上げる技師が勝ち誇ったかのように顔を歪める。確かに私の仕事は看護師ほど神経を使うものではないかもしれない。でもだからといってパソコンを打っているだけなんて表現されるのは心外だ。とはいえ、これ以上反抗しても売り言葉に買い言葉状態になることは分かっていたので、私は口をつぐむ。あ、それとメイさん、あなた昨日仕事の終わりに駅前のカフェに行っていたわよね。え？義母が突如びっくりするようなことを言い出した。確かに私は昨日仕事が終わってからカフェに行っている。でもどうして義母がそのことを知っているのだろうか。ああ、ごめんなさいね。あなたのスマホに GPS をつけさせてもらったの。だからあなたの行動は私には筒抜けよ。信じられないことを言い出す義母にあっけに取られる私。GPS？ 一体どうしてそんなこと。わけがわからなかった。義母たちは私を家でいたぶるだけでは飽き足らず、姑息な手を使って嫌がらせをしてくるのだ。これでは私生活も何もあったもんじゃない。決まってるじゃない、あなたの生活を監視するためよ。信じられない。私はスマホを出して画面を開き、 GPS をどうにかして解除できないか確認した。でもどこをどう操作しても GPS を解除する方法がわからない。無駄よ、私がパスワードでロックしてるからね。でもいいんじゃない、だって怪しいことしなければいいだけだもの。そんな。あまりの仕打ちに私はがっくりとうなだれる。スマホを買い替えようかとも思ったけれど、義母たちのせいで高いお金を払って新しいスマホを買うというのも尺だった。買い替えたところでまた同じことが起こるのは目に見えている。このままでは私の精神状態がどうにかなりそうだった。隼人も義母と義士が私に意地悪をしていることに気づいているようだったが、気が弱いせいであの二人には逆らえないらしい。隼人が最初に提案してくれた通り、お金を貯めてこの家を出ていくことを希望にしていたが、私が稼いだお金も義母たちが勝手に引き出して使ってしまう。そうなれば一生お金が貯まることはなく、私はこの家に縛られたままだ。想像するだけでゾッとした。耐えかねた私はみんながいない時間を見計らって、とある人物に電話をかけることに。久しぶりなので驚かれるかもしれない。でももう一人で抱え込むのには限界だった。あの人なら助けてくれるかも。一縷の願いを込めて通話ボタンを押した。お願い、電話に出て。何度も心の中で祈りながらコール音を聞く。5コールほどしてその人は無事に電話に出てくれた。私はほっとしつつ、お久しぶりですと挨拶をして、その人物に義母たちのことを相談し始める。その人は初めとても驚いていたが、私のためにぜひ力になりたいと言ってくれたのだ。私は
自分の目の端から涙が流れるのを感じながら、何度もありがとうと口にしていた。それから3ヶ月の時が流れた。その間も GPS をつけられていた私は、仕事の帰りに少しコンビニに寄り道をしただけで、家事をサボる理由を作ったなとか、隠れて男に会っているなとか、あることないこと難癖をつけられ続ける日々。二人の言葉はできるだけ聞かないようにしていた。隼人もそんな義母と義手に、やめろよと一言抵抗はしてくれるものの、結局義母たちに睨まれて萎縮してしまう始末。おそらく隼人は生まれた時からこの我が強い女性たちに自分の意思をねじ曲げられてきたのだろう。そう思うと隼人も被害者だった。私はもう隼人が自分を助けてくれるなどという淡い幻想を抱くのはやめている。それでも隼人のことを愛していたが、さすがにこの義母たちとずっと生活をしていると自分の気持ちさえわからなくなっていた。そんなある日のこと、私は会社で社内研修があるので一泊二日で家を空けることになった。久しぶりに義実家に帰らなくていいと思うと、仕事とはいえ胸が躍る。研修中、同僚からは楽しそうだねと言われてしまうほど、逆に自宅での日々がストレスになっていることに気づく。一泊二日の研修はあっという間に終わった。あと一週間ぐらい続けばいいのにと思ったほどだ。二日目は体を休めるようにと、いつもの定時時刻より早い昼の3時頃に解散することに。意気消沈して家に帰ると、玄関に何やら荷物が積まれていることにすぐに気づいた。これ何？荷物は雑多に投げ出された感じで、よく見ると私の衣服や愛用していた枕がある。すべて私の荷物だということが分かった。あっけに取られて立ちすくんでいると、急に玄関の扉がバンッと開け放たれる。帰省中は早く出てけ。玄関先に投げ出された私の荷物を呆然と見つめていると、玄関から飛んできた義母の声が耳に突き刺さった。お母さん。義母の鬼の形相を見て全てを察した私。後ろからは義士も姿を覗かせている。体中に嫌な汗が駆け抜けた。時間的に隼人は自宅にはまだ帰ってきていない。となれば、二人は隼人の知らないところで、私をこの家から追い出そうとしているのだと分かった。二度と弟に近づくな。せせら笑いながら、最後通達をする義士は、義母と顔を見合わせながら、勝ち誇った笑みを浮かべる。一体、どうすればいいのだろうか。辺りを見渡しても通行人一人も現れない。私は蛇に睨まれたカエルのような心地でごくりと生唾を飲み込んだ。一時間後に消えます。声が震えないように精一杯虚勢を張ってそう答える。これは賭けだ。私はポケットからスマホを取り出すと、とある人物に電話をかけた。その人は私の高校時代の恩師である A 倉先生だ。身寄りのない私に親身に寄り添ってくれて、学生の頃から悩み相談などをしていた。高校卒業してもずっと懇意にしてくれている。困ったことがあったらいつでも言いなさいという A 倉先生の言葉を私はずっと信じて生きてきたのだ。 A 倉先生に電話をかける私の様子を義母と義士はじろじろと睨みつけながら見ている。それでも私はお構いなしに、義母たちから追い出されそうだから助けてほしいと伝えた。
こんなことを言っても迷惑でしかないということは分かっているけれど、夫の隼人に頼れない以上、A倉先生に助けを求めるしか私に残された選択肢はなかったのだ。 A 倉先生はひとしきり私の話を聞いた後、分かったと言って電話を切った。ふん、誰に電話したのよ、家族もいないくせに。演技お疲れ様、迎えなんて来ないわよ。と、二人は私をせすら笑った。だけど私は、義母たちには何も言い返さず、その場からじっと動かない。義母たちは、やがてしびれを切らしたのか、部屋の奥へと入っていった。A倉先生は、必ず来てくれる。そう信じて待つこと、1時間が経過した頃だ。ブブブンとエンジン音を鳴らして近づいてきたのはまさかの高級車。私は驚いて目を大きく見開く。エンジン音で気づいたのか、義母と義士が再び玄関から顔を覗かせた。な、何よあれ。あれは2000万もする高級車じゃないの。誰もが知っている高級車を見て驚愕の声を上げる騎士。よう、お待たせ。のんびりとした口調で迎えに来てくれた A 倉先生は、昔と変わらず優しい口調でニコニコと運転席から降りてきた。突然お呼びしてすみません。本当にありがとうございます。私は何度も頭を下げながら A 倉先生の車に乗り込む。はぁ？当然のように車に乗った私を、あっけに取られながら見つめる義母と義士。姉さんが大変お世話になりました。それでは、と言いたいところですが、その前にこちらをどうぞ。A 倉先生はなんと、一枚の紙を取り出して、一度私に渡してくれた。それは孫うことなき離婚届だ。私は、A 倉先生と顔を見合わせて力強くうなずく。ささっとその場で自分の必要事項だけ記入して車を降りて義母に渡した。私、隼人さんと離婚します。隼人さんのことは愛していましたが、これ以上あなたたちとお付き合いすることはできません。隼人さんによろしくお伝えください。はっきりとした口調でそう言うと、びっくりしたまま動かない義母たちを置いて、さっさと車を出発させる。バックミラー越しに何やら叫んでいる義母たちの姿が見えた。しかし私は、そんな彼女たちの声を無視して A 倉先生に感謝の気持ちを伝えた。本当にありがとうございます。なんとお礼をすればいいか。なーに、これくらい序の口だよ。もっととっておきの場所を用意しているから。え？ A 倉先生の言ってることが分からず、私はどういうことなのかと首をかしげていた。その答えは A 倉先生の家に着く頃に理解することになる。車で30分ほど走ったところで A 倉先生が着いたよと教えてくれた。え？ここが先生の家？目の前にそびえ立つのは、お城のような立派な門のある家だ。そうだよ。実は最近家を買ったんだ。でも、先生は別の家も買っていませんでした？私は、高校を卒業してから、一度、A 倉先生の家を訪ねたことがある。その時は、小さめの戸建ての家に住んでいた。中古の物件で、安いのがあったから買ったのだと教えてくれたのを覚えている。ああ、あの家は売ったよ。代わりにもっと大きな家が欲しいと思ってね。そうだったんですね。人生で一度も家を買ったことがない私は、そんな風に気軽に家を売って買えるものなのかと不思議に思う。 A 倉先生に案内されて家の中に入ると、広いだけでなく家具も豪華なものばかり取り揃えられていた。ひたすら驚くばかりの私に、
A 倉先生は真面目な顔をしてこう言った。実はね、めいちゃん、この家に僕と一緒に住まないかって思ってるんだ。え？私は言葉を失った。まさかの提案に何と返事をしていいのかわからない。実はめいちゃんから話を聞く前にずっと気がかりだったんだ。高校時代、君は僕に生活のことを相談しに来てたよね。社会人になっても時々。最近はあまり連絡もなくなっていたけれど、困っていることはないかって気になってて。まったく親バカみたいだよね。でもね、僕は君の両親に。 A 倉先生がそこまで話していた時、玄関のチャイムが家中に響き渡った。反射的にびくりと肩を震わせる私。 A 倉先生は表情をさっと引き締めて玄関の方へと向かう。私も A 倉先生についていった。重厚な玄関の扉を開けると、目の前に現れた人物に私はぎょっとする。義母と義姉、それから隼人まで揃って私と先生を交互ににらみつけた。もっとも隼人だけはおろおろと目を泳がせていたのだけれど。あら、メイさん、こんなところにいたのね。こんな立派な家、一体どういうことなの？義母の言葉に私はハッとさせられる。そうだ、私のスマホにはまだ GPS が入っているんだった。その GPS で3人は私を追ってきたのだ。隼人は仕事から帰ってきて強引に連れ出されたのだろう。何かまだ用があるんでしょうか。義母の睨みにひるまないように必死に虚勢を張るが、手のひらからぐっしょりと汗が噴き出した。あるわよ。いきなり高級車で逃げ去ってどこに向かうのかと思ったら、こんな綺麗な家に行くんだもの。どういうことなのか説明してちょうだい。義姉の鋭い声に私はようやく気づいた。この人たちは私がこんなに素敵な家にいることに嫉妬している。自分たちが追い出したはずの私が惨めな思いをすることを企んでいたのだろう。元はといえば、義母と義姉が私を追い詰め、隼人もそんな私に何も声をかけてくれなかったのが原因である。私を追い出したのも義母たちではないか。文句を言われる筋合いはない。説明も何も、この家は A 倉先生の家です。ただ今車に乗せてもらって A 倉先生の家に案内されただけですよ。私がそう説明するも、義母たちは、はぁ？と納得していない様子。そんな私たちを見かねてか、A 倉先生がさっと一歩前に踊り出た。この家は今日から僕とメイさんの家です。部外者は立ち入らないでください。A 倉先生の爆弾発言に、頓強な声を上げたのは義母たちだけではない。私もびっくりして腰が抜けそうだった。それはどういうことよ。そうよ、メイがこんな立派な家に住む？冗談じゃないわよ。私たちはずっとあなたが惨めな思いをするようにって願い続けてきたのに。思わず本音を漏らす義姉。やっぱりそうなのか。義母と義姉は私が嫁に来た時から私に意地悪をしてただ楽しんでいたのだ。愉快犯のように私をいたぶって、私が限界を超えたところでポンと放り出す。最初からそういう作戦だったに違いない。ちょっと二人とも言い過ぎじゃ。途中いたたまれなくなったのか、隼人がそっと私の肩を持つが、義母に睨まれてすぐに萎縮してしまう。本当に頼りない男だ。先生と私の家というのは一体。私は先ほどから混乱している頭をフル回転させて現状を理解しようと努めた。 A 倉先生は私の顔を見てにっこりと笑う。今言った通りだよ。
僕、実はこの辺り一帯の地主なんだ。土地と金はたくさん持ってる。だからね、君と養子縁組をして、僕の資産を譲ろうと思っている。え？あまりに衝撃的な話に、私は目が点になりそうだった。地主？資産を譲る？そんなことができるわけ。一番混乱しているのは義母と義子のようだ。彼女たちは私が施設育ちだということを知っている。身寄りのない私が外の世界に放り出されるのを楽しんでいたのだろう。しかし A 倉先生という謎の人物が現れた。さらに A 倉先生は私と養子縁組するという。私の理解も追いつかない。一体どういうことだろうか。実はね、さっきの話の続きなんだけど、君のご両親にはすごくお世話になったんだ。僕が教員になったばかりの頃、同じ教員として働いていた君のご両親にいろいろとよくしてもらった。職場内で僕が上司から散々いびられていた時に助け舟を出してくれたのが君のご両親だった。他の従業員は見て見ぬふりをしている中でね、それからはずっと仲良くさせていただいていたんだ。でもまさか事故で早くに亡くなるなんて思っても見なかったよ。あの時は本当に動揺した。それと同時に、あの二人の大切な子供である君に何かしてあげられることはないかって思ったんだ。たまたま高校生になった君が僕の勤める学校に入学したと知った時は驚いたよ。今度こそ何か力になろうと思って、君には不自然なほど声をかけたね。そうだったんですね、そんなことが。 A 倉先生の告白を聞いて、私は驚くと同時に、ほとんど記憶にない父と母が温かい人だったのだと知って嬉しくなった。だから今回のことも君が頼ってきてくれて嬉しかったんだ。いつかこんな日が来ると思って家を買い替えて準備しておいたんだよ。まさかこんなに早くその日が訪れるとは思ってなかったけどね。 A 倉先生は義母たちをキリッと睨みつける。普段は温厚な先生が怖い顔をしているのを見ると、私の方まで震え上がりそうだった。メイさんのお母さんとお姉さん、これ以上彼女につきまとわないでください。彼女の幸せを奪うなら僕が許しません。あらゆる法的手段を使って追い詰めます。それから君、夫ならもっと彼女のことを守らなければなりません。それなのに君は自分の家族が怖くて何もしなかった。だから君にはメイさんと一緒にいる権利はありません。わかったらとっとと出てってくれ。玄関に響き渡る怒号。 A 倉先生の口から出てきたとは思えないほど重くたくましい声だった。あ、私からも。もうあなたたちとは家族でいたくありません。私のことを最初から奴隷のように扱ってましたよね。都合のいい女が来たとでも思っていたんでしょ。でも私がどれだけ心を病み苦しい思いをしてきたか、あなたたちには一生わからないと思います。ハヤト、私はあなたのことを好きだったけれど、やっぱりそれ以上に自分が好きなの。だから、さようなら。先生のおかげで、私も勇気を出して、今まで言いたかったことをぶつけられた。義母たちは、三人ともわなわなと震え出す。覚えてなさい。絶対後悔させてやるんだから。いつか痛い目に遭うわ。ごめんなさい。三者三様のセリフを吐き捨てて家の前から退散していった。私は力が抜けてその場にそっと押しそうだ。深呼吸をして A 倉先生の方を見る。先生は温かい眼差しで私を見つめていた。 A 倉先生、ありがとうございました。なんとお礼を言えばいいか。いや、お礼を言われることは何もしていない。僕はずっと君のことが気になっていた。
僕の恩人の娘さんだからね。白い歯を見せて笑う先生が愛おしい。私は救われた気分だった。あの養子縁組というのは？ああ、あの話、もし嫌だったらいいんだけどね。君に僕の資産を譲るのに一番手っ取り早いと思って。そんな、悪いです。そう遠慮したが、先生は手をひらひらと振る。いいんだ、僕もこの先も結婚なんてしないだろうしね。君に譲ることができるなら本望だよ。どこまでも優しい栄倉先生が私には神様のように思えた。栄倉先生と養子縁組をすることはおいおい考えよう。今はただあの家から解放された喜びに浸っていたいから。あれから2週間後、あらぬ事態が起きた。なんと義母と義子が警察に捕まったのだ。理由は、私と一悶着あった後から私と栄倉先生の家の前で黒ずくめの衣装を着て怪しい動きをしていることが原因だった。何日かにわたり義母たちが不審な行為を働いていたので、近所の人が通報してくれたということだ。聞いた話によると、義母と義子は栄倉先生の家に侵入して空き巣をしようとしていたらしい。とても短絡的で、話を聞くと頭がクラクラしてくる。義母たちはこの間の一件で栄倉先生がとんでもないお金持ちだということを知った。最後に一発逆転しようと金目のものを盗もうとしたのだろう。だがその計画もこうしてあっさりと終わってしまった。全く惨めなものだ。二人が捕まってしまったので、ハヤトはあの義実家で粛々と一人で暮らしているらしい。ハヤトとは結局離婚をした。やはり私がピンチの時に守ってくれなかったことが一番答えた。もし私がこれから別の誰かと結婚するようなことがあれば、今度は本当に私のことを大切にしてくれるのか、きちんと見定めるようにしよう。私は栄倉先生の家で悠々自適に暮らしている。栄倉先生とは養子縁組をする方向で話がまとまったのだ。最初は申し訳ないと思っていたが、栄倉先生も一人暮らしで寂しかったという。今では実の父親のように慕っている栄倉先生と一緒に暮らすことができて本当に嬉しい。スマホも解約し、新しいものに買い替えた。これでもう二度と GPS に怯えなくていい。これからは栄倉先生に恩返しできるように必死に働こう。もう二度とあんな経験はしなくて済むようにと、ひっそりと誓いを立てた。